フリーレンドルフは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州シュバルムエーダー軍に、属す、町村である。この町は、州指定の保養地である。フリーレンドルフは、クニュル山地の北西端、ホムベルクの北約 8.5km に位置する。この町の北西には、ゼントベルク、北東にジルバーコ、南東に、マルク山がある。町内をエフセェ川の支流であるオ江エワハ川が、流れている。 フリーレンドルーフは北東と東はホムベルク南東にはシュバルツェンボルン南はノイキルヒエンとビリングスハウゼン南西と西はシュバルムシタと西はノイエンタール北西はボルケンと境を接する以上の市町村はいずれもシュバルムエーダー郡に属している自治体フリーレンドルーフは中核地区の他に以下の15の地区からなる より広域のために、専門的でより良い行政を可能にし、均一な運用を実現するために、ヘッセンの行政、地域改革がなされた。最初は自由意思による市町村合併であった。この合併は、州から資金面での特典によって奨励された。1971年12月31日に、レンダーシャイトが1974年1月1日に、 フレンツェバッハがフリーレンドルフに合併した。フリーレンドルフの町議会は31議席からなる。フリーレンドルフ炭鉱を含む博物館にはフリーレンドルフの歴史や町内を呼び周辺地域の活炭採掘について情報を提供している。フェルナの村の博物館は村の生活文化、家具、手工芸品を展示している。シュピースカペルの教会。 シュピースカペルには1255年に建造された聖ヨハネス教会がある。この教会はもともと1143年に創設されたプレモントレ会修道三次会に属す旧シュピースカペル修道院の教会であった。この教会は主に単に修道院教会と呼ばれている。オルガンはヘルスフェルトのヨハネス・シュロットマンのオルガン工房で作成された。シュピース島は 中世の見張り塔であり、シュピースカペルとオーバーグレンツェバフ派を結ぶ通り沿いに立っている。この塔は中世の重要な交易路の途中にあり、かつてはオーバーヘッセンとニーダーヘッセンとの境界に位置していた。15世紀から16世紀にはシュピースでヘッセンの両方盗賊の会議が行われていた。シュピース塔はフリーレンドルーフの紋章の一部になっている。 ジルバーゼ休暇滞在公園はフリーレンドルフ東部の同盟の湖沿いにある。フリーレンドルフは連邦道 B254 号線沿いに位置している。連邦アウトバーン A49 号線のノエンタールインターチェンジへは約 11km である。この町は北ヘッセン交通連盟に加盟している。最寄りの鉄道駅はバーベルン、シュバルムシュタットトロイザ、ボルケン、 カッセルビルヘルムス兵である。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。